すごくない？じゃあ本当にもう1日3件とかはしごしてるのを毎日やったの。来た。今さ、もう少し1500いったら、あ、来た。で、できちゃうから。こんばんは。無限なのよ。いや、でも19とかみなさん、ミュージックビデオやっと公開されました。見てくれましたか？どうでした？皆さん、インスタもいろいろと今もういろんなものを投稿、みんなメンバー各自しまくってて、情報で渋滞してると思いますが、僕もさっき投稿したんで、よかったら MV の感想などコメントに書いてください。ありがとう。さあ、このね、みんな後ろのね音をなんだなんだってなってる人もいますけれども、実はこの後文化放送さんの細切り聞いたのでコメントいう、ラジオ番組に生出演させていただきます。もう今すぐそこで今やってるんですよ。実は23時台に僕出るので、この後よかったら聞いてください。知らない方も多いかもですが、この番組の MC って言うんですよね。 MC の小牧根キータさん、キータはね、僕の友達なんですよ。以前も出たことがありまして、めちゃくちゃ面白いじゃん。卓球対決をしてね、早朝の飛行機乗るためにさ、この後も熱い戦いが待ってるので、皆さんぜひ楽しみにしててください。するから空港で寝よう。さあ、MV はどうでしたか？飛行機は出発済みですと。そして、エアチケット代2万円を。ありがとう。そう、今日はね、一日が長いんですよ。とある撮影をね、やって、朝からで、今日は、何時起きた俺？6時起きだ。サイン会非常に迷ってます。なんで悩むんですか、来てよ。もうバカすぎ。そうね、昨日お姉ちゃん誕生日だったんで、近々ご飯行こうって話はしてます。今2万5千円うわ、ちょっと半分ぐらい。さあさあ、インマイヘッドもね、もちろんこの後番組で流させていただこうと思っておりますよ。今現在は、残念出費は2万5千円。ちょ、残念出費どうしよう。今日のね、コメからのメールのテーマが残念出費らしくて、それを僕も後で話すんですけど、そうね、演技ね、今年こそはたくさんできればいいな。サビ最高。How are you? Big love from America. Thank you. サイン会来る、ありがとう。The comeback song is amazing. どうでしたか、ミュージックビデオは。TikTok もね、フィルターとか作ったんで、ぜひぜひやってみてください、皆さん。歌声最高、ありがとう。来たよー。お、静岡。うん、友達撮ろうかな、いいね。ぜひぜひチェックします。うん、
サイン会誕生日の直後が楽しみ。おー、いいね。いい誕生日プレゼントになるといいですね。ピアスはね、開けてないんですよ、これ。イヤリングなの。だからもう最近メンバーに開けて開けてってずっと言われてて、結構ガチで悩み出してきたんですよ。だから、もし開けるとすれば、なんかライブ配信でやろうかな。メンバーに開けてもらって。前回もな、このラジオでね、出させた時に話したんですけど、今日もつけてるこの時計は、キータがつけてて、うわ、いいな、それかっこいいって言って同じの買いました。めちゃくちゃ仲良しです。でも去年が、まあ僕もタイとか海外よく行ってて、なかなか会えなかったんで、その前とかもうしょっちゅう会ってましたからね。バーベキューしたり。あ、リキちゃん来た。リキちゃん。リキは今 CL でやってんのかな。CL でやってんのはちょっとあの時間が。ソーリーリキ。東京税理士会ポケットカードの提供でお送りしています。さあさあ、もう少しなんでね。